はい、こんばんは。島津でございます。なんとですね、急遽、入ってきた情報で、ハローネイバーのね、ベータ版が発売前にね、最終だと思う、これが最後だと思う、出ると情報が入ってきました。で、いつ出るのか。日本時間の26日の2時ということで、急いで、落としたんですけど、はい、そうなんです。JSON の生放送の後です。その情報が入ってきたのが。なので、ね、他の収録をちょっとね、全部カットしてこちらに回そうと思いました。じゃあね、やっていこうか。前回落ちたあれだよね、手紙だよね。なんかね、トライアルって書いてあるんですよ。じゃあやっていこうね。ちょっと音がね、でかかった。ごめんね。はい、ちょっと周り見ていこうか。相変わらずここはアルファ4でも出てきた、主人公の家だろうね。元家。時計が動いてる。火はつかんね。あれ？どうやって？あ、はいはい。ここ開くかな？開くね。なんか隠し要素が。それでね、今回ね、どういった内容でアップデートされたかっていうと、おお、鍵があった。アップデートされたかっていうと、ちょっと隣人の家を小規模アップデートって書いてあったんですよ。その隣人の家が主人公の家を指してるのか、ネイバーね、おっちゃんの家を指してるのか分かんないんだけど、あと最新の AI で、最後に製品版に向けてのサプライズ、シークレット内容をこのベータ版では全部取り払ったって書いてありました。何かしらね、驚くサプライズがあるみたいですね、ベータ版では。あ、違う違う、ベータ版じゃない、製品版ではね。それを取っ払った内容となってるらしい。取れんのかな？あ、取れるね。電話は取れない。じゃあ、いいかな。もう開けてみよう。E ボタンでホールドか。はい。あれ？ネイバーの家が映ってるよ。おっちゃんの。なんて書いてあるかちょっと分かりにくかったね。あれ？あれ？なんか出てる。キー。あ、トライアルモードだね。開ける。あ、カバンが出てきた。前回この中に物入れて出てきましたよね。あれ、手紙自体がもうないね。ここで読み終わって撮ったって感じですかね。後からちょっと拡大して見てみましょうか。テレビ、つかないね。プットザキー。あ、この中に鍵入れろってことかね。はい。OK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 。鍵入れて、何の鍵かわかんないけど。ファインド。トレ。ホース。ホース？馬？馬なわけないって。これ何？双眼鏡だ。わ、新しい双眼鏡が手に入った。これも入れる。違うな。違う。ホース？ホースってなんかね。あ、濃い音？蛇口を回す。違う。ちょっとここら辺はね、長くなったらカットしていきましょう。これ？違う。増えないね。あ、こっちに出てた。トゥーオープン。待って、物全部置いていってる。物全部置いていってるって。ちょっと鍵とか全部そこにあったぞ今。ツッコミどころがあんな。
ここは、あ、今来たんだね。おっちゃん違う映ってたけどさ、あのこの主人公の写真かけられてた。おっちゃんとの関係性がちょっとまた分かってきそうですね。で今回主人公はこっちなんだ。おっちゃんがいた家、アルファ4の時おっちゃんがいた家に入るのかな。でまた乗っ取られんのかなあのアルファ2みたいに鍵だけ入ってるな。オープンザドアね、昔に比べてこの英語能力まともになったでしょあー書いてあるね。はい、でアルファ2と一緒だね、流れ的には。え、何その上に何かあんの。あ、後ろね。ちょっと車の形が変わってんだけど、わ、いいね、可愛い感じになりましたね。丸、丸じゃないな、角張ってんな、すごくじゃあ外していこうか。よいしょ。こういう風にね、チュートリアルがね、あの製品版にもつくみたいですね、しっかりと。だから英語ができない人でも分かりやすいかなね、こういった島津さんみたいに。あれ、あと1個。はい、じゃあ開けようか。開いた。あ、誰かいんの、誰か いるの、あそこに。どうすればいいの、どうすればいいの。Running around to the house、 もうよくわからん。よし、行こう。ここでしょ、ここ入ろうとすんの。いや、入れないね。ここ誰かいたよね。あ、いない。誰かいたはずなんだけどな。ホース、ホース、はい。ああ、ちゃんと受け継がれてるね。開かないね。またカードキーがあるやり方分かってるからね、もう前みたいに遅くはならないはず。開かないね。ホースってどういう意味だ、開かない。ここにも入れないね。ちょっと一回戻ろうか。さっき適当に呼んだけど、into theハウス、ハウス、ハウスかな。あ、ハウスに荷物を持っていけってことかな。はい、これ何かあれ、あれ、横の扉がないんですけど。家具とかも全部持っていけってことかね。ちょっと間違ってたら、あ、なんか今文字出てこなかった。うん、出てこないね。あ、今回あれが畑っていうかね、植えるところがないですね。謎。あ、ちょっと引き出し漁ってみればなんか出てくるかもしれない。あ、取れない。うん、なしか。お、懐中電灯。あ、見て見て、グレードアップしてるね、あのものが。ダメか。ちょっとこれ、あの翻訳してみます。あ、違う、これだ、これを持っていけか。 OKOK、 荷物は1個だけじゃない感じだね。よいしょ、ちょっと待って。よいしょ。なんだ、てっきりもう荷物全部運んだかと思ってたけど、こっちのことか。 OK、 あれ、運べないねこれ。ちょっとね、翻訳して、いや、このこれかな、あ、これだ、
これも持っていけばいいのかな。あ、終わった。すいません、荷物をね全部持って行ってなかったみたいですね。マジか、開いたぞドアが。素早い動きで、あ、やっぱだ、こっちが、あ、はいはい、こっちだね、あの隣人の家がアップデートって、小規模アップデートって言ってたのは、うん、主人公の家がアップデートされたってことですね。だね、あの前入れなかったもんね、アルファ4の時は。で、あ、最初の家、一番最初の家と同じ構造ですね。あれは夢だ、夢、夢っぽいね。主人公の夢っぽいですね。お、双眼鏡とフライパン殴れないかね。おっちゃんがなんか攻撃してきてもさ、あのこれで防げないかね。PUBG みたいに。じゃあね、次回おっちゃん家にこのまま突入していきたいと思います。というところで本日はここまでとさせていただきましょうか。島津でした。ではでは。